年7月5日火曜日、時刻は19時30分を回りました。C-Web 千住でクロス C スタジオパーソナリティの工藤理香子です。本日も新型コロナウイルス感染防止対策のスタジオからお送りいたします。この番組は株式会社キャン千住インターネット放送 C-Web 7階ブースから世界に配信しております。番組では皆様からのメッセージ受け付けております。千住@c-web.jp までお待ちしております。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは美術家音楽家の小檜山拓也さんです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんはです。こんばんはですね、はい、もう本当にありがとうございます。はい、なんか本当に C-Web のスタジオもお久しぶりという感じですよね。そうですね、なんか、はいね、うん、よくよく考えてみたら、はい、9年何ヶ月ぶりみたいなね。そうなんです、うん、今日7月1日10年前に、このこういった放送が始まりまして、でもう本当に本日のゲストの、小檜山拓也さん、小檜さんはその当初を知る、そして7月1日から10年目に入るということで、なんか記念すべき会にゲストにお越しいただいたということで、本当なんか先ほど打ち合わせで聞いてすごい嬉しかったんですけれども、どうですかスタジオの雰囲気って。うん、いや、スタジオ綺麗になりましたね。綺麗になりましたね、うん、そうですよね。後ろがね、うん、ちょうど、うん、なんか自分もね、うん、スピーカー置く台をね、急にこう、うん、上村さんに頼まれて作ったりとかね、なんかほんのちょっと貢献してるんですけどね、それが役目を終えてベランダに置いてあった。あ、役目を終えた。あ、そうだったんですね。あ、そうだったんですね。今向こうの方で。いやー、なんか日々進化してるなとね、そうなんですよ、改めて思いました。はい、でそういうもう私もなんだかんだ言いながら、まあ、斜め目を迎えておりまして、うん、まあ、当時のね話をちょっとさっき打ち合わせの間ずっともう楽しくなっちゃって、あ、こんなこともあんなこともあったよなんて話をしてて、ちょっとこれはまた別のね時でも10周年特番ね、10周年特番ぜひぜひやりたいなってちょっとね、打ち合わせでお話をしてしまったんですけれども、本日ですね、まあ、後ほどまたアーカイブYouTube の方にYouTube チャンネルの方に上がると思いますので、それと同時にその小檜山拓也さんという方、初めての方もいらっしゃると思いますので、プロフィールは番宣の方に、掲載されております。もうとっても長いことをもういろいろな活動をされていて、音楽活動とその美術家の活動としてのその両方を、持ち合わせつつですね、今現在まあ、私も参加しております知らない路地の映画祭、そちらの方でもついに出るだけじゃなく映像を作る方にも参加をしてくださっているということで、まあ、最後にはそのお話もさせていただきたいと思います。で、今日ですね、そんないろいろな活動をされている中で何をテーマに話したいかなって思うと、何をやっぱりコアにしてこう、なんていうのかな、そういった活動を今までされてきたのかなっていうのが興味がすごくありまして、でびっくりしちゃった。私がそれで夏休みっていうこともあって、いろいろと小檜拓についてですねチェックをしていたところ、まあ素晴らしい活動を夏休みということでもありまして、芸術家と子どもたちっていうそういった活動をしている団体、長いあれですよね、はい、これってまあ、小檜さん自身のその後の活動にちょっとつながる、まあ、初期の段階のお話にはなるかと思うんですけど、これってどういうまず団体さんなんですかね。アーティスト紹介組織なんですかね。芸術家と子供たちに、まあ、音楽家とかダンサーとか俳優とかいろんなジャンルの人たちが、まあ、登録するわけです。で、まあ、データベースになって、でなんだろう、学校、小学校とか幼稚園、保育園とか、まあ児童館、福祉関係なんていうところから踊りの人に来てもらいたいとか、楽器作りの人に来てもらいたいみたいな依頼を受けて、でワークショップを行う、組んでいくっていう。そうですね、まあ非常にあれですね、音町にもゆかりの深い方々が、まあそちらを、まあ、取りまとめてらっしゃるメンバーの中にもいらして、でアーティストさんがすごく多彩というか、もう見ていて、その例えば2021年でも全国のその小学校43校、中学校9校、義務教育機関とか、422日間そういった活動をされてらっしゃるっていうことなんですよね。でいわゆるコロナ禍ですよね、まだ21年だったら。私が最近一緒に活動してる舞踏家の新井さんっていう方がいるんですけど、その方なんかも芸術家の子どもたちの登録アーティストで、障害児デイケア施設なのかな、多分まあデイケアじゃないかもしれないけど、そういう施設で月1ぐらいで定期的にこう体を動かすっていうワークショップをやってて、まあ、その記録を見せていただいたことなんかもありましたけど、すごいもう1回あたりのワークショップはまあ10人以内ぐらいすごくこう絞っての絞ったワークショップをもうコツコツ毎月毎月コロナ禍の中で続けてみたいな、そういう記録を見せていただいたこともありました。まあ、自分がやったのは、まあ、何年か前に小学校のクラス2クラスを対象とした楽器作りとその楽器を使った実地演奏のワークショップでした。それが実はその後の活動につながってくるっていうことですよね。芝の家での芝の家音遊び実験室なんていうのは、まあその音町千住農園が始まった頃、なんか出前ワークショップ、出前コンサートみたいな感じで出前ワークショップっていうのを考えて、やっぱり地元のそのあれは何かな、親御さんのいない子どもの施設だったのかな、最初に行ったのは。まあそういうところになんかそのおもちゃ楽器とか笛とかいっぱい持って遊びに行ったり。で手作り楽器を保育園で作ったりみたいなものを、まあまあそこが原点なんですけど、でまあ芸術家と子どもたちさんにも声をかけていただき、でまあ同時期に芝の家で継続的にそういうことも始めみたいな。芝の家の活動っていうのはもう8年ぐらいもうずっと続けて。8年ですかね。8年ぐらい。もう2014年が最初だから、いやまあまあ8年ですね。長く続いて、実はこの間芝の家さんにご一緒させていただきましてですね、講師さんはきっとこの音遊び実験室を通して身近な先生なんだなっていうのをすごく感じましたなんかこう、愛されてるなっていうのをすごくなんかね感じて、なんか自然にこう中の方たちも受け入れてくださったので、すごく、楽しい時間だったなと思ったんですけど、じゃあ実際にですね、そのお子さんつながりということなんですよ。なのですが、子どもの頃ってどんな感じだったんですか、小平山さんって。子どもの頃ね、そうそう気になる夢とか。まずね、ゴミで遊ぶのが好きな子どもだったんです。ゴミで。それから魚釣りは好きな子どもだったんです。魚釣りね。まあ要するにあんまりその同級生同士でつるまないで、とはいえそんなはぶっこでもなかったので、なんか悪い友達みたいのはいたんですけど。悪い友達ね。でも一人でなんかその粗大ごみをドライバーでばらしたりとか、水元公園でなんかまあ、ザリガニとかタニシとかをこう、すくって眺めてたりとかね。眺めてるだけ？眺めて、あとね、飼ったりする。飼ったりもしましたね。飼って水槽でね、餌やりすぎで水汚くなってみんな死んじゃったりとかね、あったりしつつ、餌やりすぎてね、なんかその川エビを釣ることを覚えたんです。手長エビ釣りって今は言われてて、なんか釣りの番組とかでもよく紹介されてるんですけど、ちっちゃめのザリガニぐらいの白いエビがたくさん今の時期釣れて、それをね唐揚げにして食べるみたいなことをね、子供の頃覚えてね。子供の頃からすでにそうやって釣ったものはどうやってさばくのか、食べたりしてましたね。すごい。そのなんていうのかな、粗大ゴミをね分解してとかっていうのは、それは粗大ゴミ？粗大ゴミなんです。どうして？自分そうなんだろう、自分が子供時代過ごした大矢田の大矢田団地っていうところは、まあ昭和50年代60年代ぐらいまでは。今みたいなゴミの処理システムではなくて、粗大ゴミかなり不法投棄もあったのかな、なんかたくさん壊れた家電とかが放置されてる状態だったんですよね。で子供たちはそれで遊び放題だったんです。いいおもちゃだったんですね。なんかその棒とかね、鍋とかね、鍋とか棒とか。いやもともとはそのなんていうのかな、物をこう作ったりいじったり、子供の頃からなんかそういうものが好きだった。やっぱ好きだったんじゃないですかね。どなたかの影響ですか。父親の手ほどきも、電気関係の仕事してた父の手ほどきもあったんですけど、なんかハンダゴテとかドライバーとかでこう。オーディオとかテレビとかをばらして部品が取れるよとか。それはお父様がそういうふうにこうやればいいんだみたいな。ただ粗大ごみを荒らし始めるようになってからちょっとまあそれはやめなさいとかと言われたりはしましたけど、でそれでまあいろんな部品を取ってまあ。その働きもよく分からずに集めたりしてみたいな、で働きもよく分からずに組み合わせたりみたいな、そういうなんかそういうの作って「Do it myself」みたいな「Do it myself」ね、もののね自分のためにね始まりでした。じゃあやっぱりその技術者であるお父様がなんとなくこんなことをすると面白いよっていうのがたまたまその粗大ごみの解体だったってことですね。それでいつ自分まで続けられた？いつ自分ぐらいまでそういう関心事？それはですね、今でも続いてるんじゃないかなと。まあ今粗大ごみを勝手に家に持ち帰ってちょっとね分解とかまあ。よくありません。でも大人ですからね。大人だからね。だからまあなんだろう、その秋葉原のまあ今でもそのジャンクショップとかパーツショップとかっていうのがあったりするんで、そこでまあいろいろこう部品をこう探したりとか、ジャンクをこう見てみたりとか、でそれを自分のまあ楽器作りとか、まあギタリストでもあるのでその。ギターの改造かなんかに。そこはあれですか、お父様もなんか楽器をやってたとかっていう話をちょっと若干聞いてたんですけど。これねたびたび話してるエピソードなんですけど、父は大学時代はギター部に行ったらしくて、どうもクラシックギターをそこでは練習してたらしいんです。で自分のギター初めてっていうのは、まあ11歳12歳、小学5、6年ぐらいの時に、まあもしかしたらちょっと言い過ぎかもしれない、中1かもしれないけど、ゴミ捨て場でギターを拾って、でそのなんか切れたりついてなかったりする弦を綾瀬にあった楽器屋さんで具体的なヤマハの弦を買ってそれを買ったんですね。買って、でなんかこう、NHK みんなの歌の楽譜集みたいなものが本屋で売ってあって、それを見ながらとか、音楽の教科書を見ながら、このギターコードを覚えていったみたいなのが始まりなんです。なるほどね。でその時、初めてギターを拾ってきた自分を見て、父は、俺も若い頃はやってたんだよとこうお酒を飲みね、ってこうベーンってこう弦を弾いて見せたりして、でお前はこう、クラシックギターをちゃんと練習しろ、この教則を買って、でこの「なんとかの思い出」という曲が弾けるようになるまで練習するのだみたいなことを、まあ言うんですけど、あまりお手本は見せてくれない。お手本は見せてくれない。そこはやっぱり。なんでなんかその父にギターを教わることができたかというとそうでもなくて、そこからは独学になりました。独学で。ああ、でも楽器作りでやっぱりそのまあ。パーツからそれは、組み合わせていてどんな音が出るのかなとかそういうところにもつながってくるかと思うんですけどそのあれですかねこの鍋かなんかをこう使ってこうやってるっていうのは結構もうあれですよねダジャレ音楽研究会とかそういうところでも音町なんかでもやってたりとかやってましたね。リサイクルショップで炊飯器の内釜をいっぱい集めてまあ買い集めるんですけどでそれを1010人の参加者を集めた音楽会先週の1010人の時はもうご存知の方はねいらっしゃると思います。大勢で叩いてなんかウクレレ木琴炊飯器みたいなこう歌も野村誠さん作ったなというね思い出が。あります。そうですね。で、さっきちょっと打ち合わせでお伺いしたところ、その作るまでの過程で、その鍋の何合炊きかによってこう変わってくると、それで音がない音があるっていうのをちょっとお伺いしたんですけれども、それは音階的に言うと何がないのか。音階的にはね、大きい鍋は。低い音程の低い音程ね。例えば5合炊き小さい鍋、まあよく見かけるのは3合炊き一人暮らしタイプですねは高い音でメーカー各社のものをまあ違いがあるので並べていくとドのシャープレのシャープみたいにできてってやっぱ4号ぐらいのものはないんですよ。聞かないですよね。5号はありますもんね。4号だけがなんかどっかで出してくれればいいのになと思いながらで、まあドレミファソーラーがなかったりするんですね。ソーラーがシードはあるけどね。ソーラーぐらいはなかった。いやこれをもしね聞いていてその先住の先住人のそれを見てご存知の方はまた別かもしれないですけど、初めて小檜山拓也という美術家の方がね音楽もやってるんだけれどもお釜でやるんだよって空がないよとかってお家でね夏休みやらないように、お家のボウルとかお鍋とかでソとかラの440Hz が出るよみたいな方がいたらご一報ください。ぜひぜひ千住@C-Web.jp までお便りお待ちしております。空問題がちょっとね皆さんにちょっとご協力をお願いして夏休みの自由研究にしてもらえるといいかなって。家にあるもので音階を作るみたいなね。楽しいですね。楽しい。お父さんとお母さんたちごめんね。でも自由研究だから協力してください。はい。ということで、そうかお子さん時代っていうのはそういうふうに今の活動にもつながってくるような好奇心がそっちの方向に思いがちょっと寄せられていたということなんですけど、でもあれですよね、ちょっと大人になってからっていうのはまた多少は変わってくる感じですかね。まあ大人になってからやっぱり、なんというかそのプロ思考とか中央思考だから、マスコミに取り上げられたいとか、プロになりたいとか、ライブハウスに出演したいとか、まあそういう、まあ、ごく当たり前な目標を持って20代30代と活動したり、まあ、アルバイトしながらですけど活動したりしてたんですけど、やっぱね、まあ、10年くらい前から、それとは別の思考も持つようになってきたんですよね。そのこう上昇思考みたいなものを人が感じた時にこう、見落としてしまう近所の人たち、家族とか子供たちとかお年寄りとか、まあ、あと福祉の仕事とか、まあ、ワークショップで関わるようになって、まあ、障害者と言われる人たちも、まあやっぱり自分はずっと見落としてきたな、そしてまあなんというか豊かなこう知的世界を持ってる人たちなんだなみたいなことを学んだりもして、ああすごいたくさんのことを自分は置き去りにしてるなみたいなこともね。いやでもそれを感じられるっていうことはもともと何かここら辺にはあったものなのかななんて思うんですけど、どうなんでしょうかね。まあなんというかそのこの最初の打ち合わせの時、自分は反骨精神という言葉を出したんですけど、いい言葉ですね。でやっぱり、その芸術家としてもなんかその、即興音楽とか前衛ジャズとか、まああとはその廃品を集めた、まあアサンブラージュとかって専門用語で言うんですけど、まあゴミアートっぽい、コンセプトアートっぽい。ちょっとまあ普通の絵とか普通のこう曲を演奏するみたいなものとは違う思考のものを、もうなんかみんなの中で一番変わったことを俺はやってやるんだぞみたいな、そういう気持ちですね。そんな気持ちもあって、でもまあ自分の身の回りに目がいった時に、変わったことをやってやったぜではなくて、変わったこといくらでもやっちゃっていいんだよ、というメッセージを、自分は発することができるんだなということ、そうなんですよ、気がついてて、まあ最近のその音町千住の園なんかと関わってる中の活動では、結構自分の大きなルールというかテーマになってますね。まあそういった今のお話を、まあ、ちょっと引っ掛けていきますとですね、実はこうしさんこういうものも、おまとめ活動もされてまして、今おまとめ活動って言って何て言ったら申し上げたらいいか分かんないですけど、これは昨年ですよね。昨年といえば皆さんまだコロナ禍ということで。まあこういったこれいわゆる小檜山拓也のワークスということで、まあ、今までのちょっと作品がね、ちょっと中はあれですけれども、作品をまとめていく、それからあと同時にその音楽やその美術活動をしていたものをまあ、私も参加している知らない路地の映画祭ので出演されるだけじゃなくて、今度今作品の方を作られているっていうところがありまして、それ全部何か次のステップへの準備みたいな感じがすごくしていってですね、ついに動画編集まで手を出してしまう。そうなんです、こうさ、そうなんですよね。で実際に、まあ、ショート、ムービーショート短いものですけれども、今北千住のこのスタジオのあるちょうど反対側の駅前の、足立スマイルビジョンというところで、毎週金曜日のもう今月からですね、毎週金曜日の夜7時から白路地ナイトシアターっていうのを30分やっておりまして、実はそこで今現在その作品いくつかある作品の中の一つとしてコヒさんのその砂絵の作品ですね。アートサンドアースという題名の砂をひたすらこうぐちゃぐちゃってやってる映像をまとめた5分間の作品で、それ映像もコヒさんが自分で音楽をつけてらっしゃるっていうことで、もう両方ねできちゃうっていうところがすごいなって思うんですけど、ぜひもし今日ねこういうお話を、この番組で聞いてこうきさんのどんなのだろうって思ったら見に来ていただけると嬉しいなって、はい、金曜日夜7時、はい、そうなんですね。金曜の夜7時は、はい白路地ナイトシアター。ナイトシアター。で、なんかめっちゃ番宣になっちゃいました。すいません。すいません。ということでですね、もうあとお時間もかなり差し迫ってきたのですけど、なんかこひさんさっきこれ気になるんですけど、これ何ですか？うん。こちらですね。ライブのお知らせです。あ、近いところのライブ。7月10日なので、参議院選挙投票日ですね。大久保にある光の馬というライブハウスで、いつも一緒に演奏しているjuzuというバンドの人たちと、自分は楽器をやらず影絵をやります。素晴らしい。影絵ってここ2年ぐらい取り組んでて、まあ話し始めるともう1本30分番組できちゃうんですけど、そうなっちゃいますね。ちょっと危険な時間帯ですね。音出さずにこう照明を持ってこう影をやる人っていう風な役割で、昼間のライブ出演します。昼間の影ですか、はい、すごいな。その音との演奏とのコラボレーションみたいな、ね、コラボレーションですね。素晴らしいですね。まあそうですね、影絵の話をするとねちょっと本当若干したいなと思うんですけど、でもまあなんていうのかな、自由にこう作らせてもらえる感じをまあ、この白路地で一緒にご一緒させていただいてる時にやっぱりコヒさんの存在っていうのはそういうところをちゃんと一般の市民参加の人たちにこう伝えてくれてるなっていうのはいつも思ってまして、でただ単純にねそれを伝えるだけっていうのもとても難しいと思うんですけど、思いが熱くても全部作品に込めてらっしゃるじゃないですか。それがすごい私たちもやってて励みになるなっていつも思ってます。ということで最後に何か一言、はい、子どもたちでも誰でもいいです、メッセージを何かお願いできますか。メッセージね、なんかね、子どもたちへのメッセージではないかなと思うけど、はい、自分のプロフィール見てて、地口あんどんを作ったりしてるんですよね、千住名物をね、はい、あと影絵も、まあ、突然始めましたよね、それね、誰にも習ってないんです。地口あんどんだったら江戸時代から地口あんどん作り続けてる、まあ、北千住にもあるような伝統的な職人さんに教えを請うべきじゃないの。影絵だったら、まあ、有名な藤代誠二さんとかそのお弟子さんにあたる人たちとかを参考にすべきじゃない、インドネシアのジャワの影絵を参考にすべきじゃないみたいに自分ではもう思うんです。だけど写真だけ見て猿真似の状態で、完全独学でやっちゃってます。それがだからまあ、小檜山のはダメだって言われるかもしれないけど、でもまあやっちゃうのは自由だから、どんどんみんなやっちゃいましょう。音楽もものづくりも、いいですね。テイクイットイージーです。テイクイットイージー。ああ、まとまりましたね。はい、ありがとうございます。本当にお話つきませんが、またこれ後ほどまた続きはということでございます。本日のゲストは音楽家美術家の小檜山拓也さんでした。それでは番組はまた来月。皆さんさよなら。手をつないで家族が増えたなら一緒に見せてあげたい。